ウサインボルト、ウサインセントレオボルト、ウサインショートトン、レオボルト、1986年8月21日台、は、ジャマイカのモりリク競技短距離選手。2002年から2017年までの現役時代は、数々の記録を樹立し、人類史上最速のスプリンターと評された。稲妻を意味する、ライトニングボルトの愛称で呼ばれる。 オリンピックの陸上競技100メートル、200メートル、400メートルリレーの三冠を3大会連続、北京、ロンドン、リオデジャネイロで達成したが、後に北京でのリレー金メダルが剥奪されたため、通算金メダルは8個となった。世界陸上競技選手権大会において、100メートル、200メートル、400メートルリレーの三冠を3度達成し、100メートル、2連覇。 三回優勝200メートル4連覇、400メートルリレー4連覇、史上最多となる通算11個の金メダルを獲得。100メートル、200メートル、400メートルリレーの世界記録保持者。アメリカのホーブス社が発表している2017年のスポーツ選手長者番付では、3420万ドルで23位となっている。身長196センチメートル。 体重 94kg。短距離選手は身長が 180cm 台の選手が多く、190cm 以上の長身の選手は、スタート時の静止状態からの加速が鈍くなるために、不利とされるが、ボルトは 275cm の非常に大きな、ストライド双方を活かしレース中盤から加速し、最高速に達し、一気に飛び出す。もしくは、 他を引き離す後半追い込み型。加えて、序盤も早く、北京オリンピック及び2009年世界、陸上競技選手権大会陸上男子100メートル決勝での、前半50メートル地点のタイムは、非公式ではあるが、室内世界最高記録を上回っている。体が大きいためかスタートのリアクションタイムが長い、傾向にあったが、同じく長身ながら世界最速のスタートを行うと、 される同郷のアサファ・パウエルを参考にし、改善されている。契約スパイクは、プーマ、ピューマ・エージー、ルドルフ・ダ・スラースポーツである。日本陸連科学委員会が2009年8月の世界選手権100メートル競争決勝におけるボルトの走りを分析した結果によれば、最高速に達した時点でのボルトの歩幅は2メートル75センチ。 ゴールラインを超える最後の一歩は2メートル99センチ5ミリに達し、これは100メートル競争における史上最大級の歩幅であるという。また、身長に対する歩幅の比も140%と他の選手に対して大きい。肩を大きく上下させる独特なフォームが特徴である。これは、持病の脊椎側、腕症によるもので、不安定に揺れる背骨のために骨盤は、 肩とのバランスを取ろうと互いに大きく揺れ動き、体を支えようとしている。骨盤の左右非対称な動きは、トップスピード時の左右のストライドに、約20センチメートルの差を生み出している。骨盤の揺れは、ハムストリングスに大きな負担を与えており、引き起こされる肉離れに悩まされることになった。2004年のオリンピック200メートルでは、大会前からの影響により一時予選敗退。 2005年の世界選手権200メートルではレース中に発症し、周囲から限界説が囁かれることもあった。ボルトのコーチは、脊椎側、腕症によるハムストリングスなどの体への影響を考え、100メートルでの走りを希望するボルトを200メートル専門で戦わせてきた。また、ハムストリングスへの負担軽減のため、バイエルンミュンヘンのチームドクターの元三年計画で、 筋肉強化を損した。トレーニングの結果怪我が減り、2007年の世界選手権200メートルで銀メダルを獲得するまでの結果を出す頃になると、コーチも100メートルへの出場に反対できなくなった。2010年9月、ABBC 放送のラジオ番組で将来的にプロサッカー選手への転身を考えていることを明らかにした。また、 米国プロスポーツ最高峰の NFL 関係者が、ボルトに強い関心を示し、ボルトに接触を試みたがボルトはアメフトのルールを知らない。という理由で、これを断った。17歳の時に200メートルで20秒を切るなど、若年から将来を期待されていたが、体の成長に伴う故障が数年にわたって続いた。それを克服し100メートル、200メートルの世界。 記録保持者となった。ジュニア時代は100メートルでは記録を残しておらず、400メートルでは2003年に45秒35を出している。これは同年のジュニア世界ランク4位である。これに加えて長身であることから、100メートルに本格的に取り組むまでは、スタート面で不利な100メートルより、無理なく歩幅を稼げることがより有利な400メートルの 方が向いているのではないかともされた。本人も、北京オリンピック後の2008年12月には、オリンピックや世界選手権などの応じ合いがない2010年には、マイケル・ジョンソンの保持する400メートルの世界記録、43秒18の更新を狙えると、ことしていたが、2009年11月に自ら挑戦を、否定した、口日、憧れの選手は、マイケル・ジョンソン、ドン・クオーリーなど、 ジャマイカ西部のトレローニーで西アフリカ系の家庭に生まれる。彼とその兄弟には、ウサイン、フセイン・フサイン、サデーキ、シッティーク、シャリン、シリン・シーリーンと、いずれもアフリカで流通するアラビア語、ペルシア語系の名が付けられている。10代前半まではクリケットの選手だった。2002年に地元ジャマイカで行われた世界ジュニア選手権で、 大会史上最年少の15歳で優勝。その名を轟かせた。さらに、翌年の世界ユース選手権でも優勝し、2004年には200メートルで17歳にして、ジュニア史上初めて20秒を切る19秒93のジュニア世界新記録を出した。この頃から彼は自分自身の才能に気づき始めたという。しかし、この年はその後故障。 連覇のかかった世界ジュニアも出場できなかった。そして、大型新人として、アテネオリンピックには、果敢に出場するも、一時予選で、惨敗、21秒05で5着、苦渋をなめた。2005年に行われた、世界選手権では、決勝には進んだものの、足を痛めた影響で再開、26秒27、引く、秒速0.5メートルとなった。 2007年8月30日、世界選手権200メートル決勝において、19秒91、秒速0.8メートルで銀メダルを獲得する。優勝は19秒76の大会審、当時を記録した100メートル王者の体尊芸である。2007年9月1日、世界選手権400メートル、リレー決勝では2層を務め、37秒89。 ジャマイカ新記録、当時で銀メダルを獲得する。2008年には、ジャマイカ国際の100メートルで9秒76秒速1.8メートル、世界歴代2位、当時で優勝する。100メートルでも世界トップレベルであることを証明した。200メートルにおけるスタートの練習として参加したものである。2008年5月31日に、 ニューヨークで開催された100メートルで9秒72秒速1.7メートル世界新記録当時を記録し優勝する2位の世界選手権三冠王者大尊芸、9秒85に大差をつける100メートルに本格参戦後わずか5戦目であった2008年8月16日北京オリンピック陸上男子100メートル決勝ではレース前に後に ボルトの象徴となるポーズを見せた。レースでは、中盤から、と選手を圧倒、最後の数歩を両手を広げながら流して走り、フィニッシュの際も胸を手で叩くほどの余裕を見せた。それでも自らの世界記録、当時を0秒03上回る9秒69、秒速0.0メートルの世界新、当時で圧勝という、世界大会史上空前のパフォーマンスとなった。公認された記録では、 人類で初めて9秒6台で走った男となり、最後まで全力で走っていれば9秒6を切れた、とる発言も複数ある。2位には0秒20の差をつけ、この差は、電気時計が採用された1968年以降では1984年のロサンゼルスオリンピックにおけるカール・ルイスと並ぶ、オリンピック史上最大差である。なお、ボルト自身は100メートル総競技参加を、 北京で記者会見を行うまで知らされていなかった。失踪後に金色のプーマのスパイクを脱いで片手に持ちスパイクを指さすフォーマンスを行った。プーマがボルトのスポンサーであることによる。2008年8月20日、北京オリンピック陸上男子200メートル決勝で19秒30の世界新記録、当時で優勝するラップタイム9秒96から9秒34。 風速秒速0.9メートルという不利な環境の、元、不滅の世界記録、向こう100年は破られないと言われたマイケル・ジョンソンの、世界記録19秒32、当時を12年ぶりに0秒0に更新した。またニートの差0秒66は、逸話男子200メートル決勝史上最大である。2着、入選後失格したものを含めても、差0秒52で最大である。 100メートル200メートルともに世界新記録での優勝はオリンピック世界選手権を通じて史上初である100メートル200メートル2巻に輝き1984年ロサンゼルスオリンピックのカール・ルイス以来24年ぶりの快挙を成し遂げた2008年8月22日北京オリンピック陸上男子400メートルリレー決勝で3走を務め 37秒10、世界新記録を記録し優勝する。3走としてのラップタイム8秒98は、3走として現在までで唯一の8秒台である。100メートル、200メートル、400メートルリレーの3種目において、世界新記録での優勝は、オリンピック、世界選手権を通じて、史上初である。2008年10月4日には、 北京オリンピック陸上男子400メートルリレーで奏者を務めた他の3人と共にジャマイカ政府から勲章オーダー・オブ・ディスティンクションが授けられた。しかし2017年1月25日国際オリンピック委員会はドーピングの再検査で400メートルリレーのメンバーだったネスタ・カーターに禁止薬物の陽性反応が出たためボルトラの400メートル リレーでの金メダル剥奪すると発表した。カーターは、スポーツ仲裁裁判所に異議を申し立てたが、2018年5月31日に、帰却、金メダルの剥奪が確定した。2008年の IAF 世界最優秀、選手賞を獲得した。2009年4月29日、交通事故で切り傷などの軽傷を負い、車の破片を除去する、左足の手術を受ける。 2009年5月には2010年の100メートルの世界記録の目標は9秒40まで縮めることになり得ると語っている。2009年5月17日、マンチェスターで開催されたストリートレースのグレートシティゲームズにおいて直線コースの150メートルの決勝で14秒35世界最高記録を記録する。2009年6月10日、 第10回、ローレウススポーツ賞の男子最優秀選手賞を受賞した。2009年8月16日、世界選手権男子100メートル決勝で人類初の9秒5台となる9秒58、秒速0.9メートル、世界新記録を記録し、優勝する、スタート反応時間0秒146、10メートルラップタイム1秒89から、 0秒99から0秒90から0秒86から0秒83から0秒82から0秒81から0秒82から0秒83から0秒83。レース中の最高速は65.03メートル地点における秒速12.27メートル、イコール時速44.17キロメートル。 自らの世界記録を電気時計導入後最大となる0秒11と大幅更新する驚異的記録であり、2着に0秒13の大差をつける圧勝だった。2着のタイソンゲーも9秒71、世界歴代2位、競技史上3位、当時、米国新記録、当時、自己記録、当時を記録し、3着のアサファ・パウエルでも9秒 84? と前回大会の優勝記録を上回というハイレベルなレースであった。男子100メートルで同一人物が3度世界記録を更新するのは史上初。また、世界選手権で優勝したことにより、モーリス・グリーンに次ぐ世界チャンピオン、逸話チャンピオン、世界記録保持者の3つのタイトルを独占した。2009年8月20日、同大会男子200メートル決勝において、 一回スタートがやり直しになった上、風速秒速0.3メートルという不利な状況下で自身の持つ記録を0秒11更新する19秒19の世界新記録で優勝し、今大会2個目の金メダルを獲得した、スタート反応時間0秒133、50メートルラップ5秒、60から4秒32から4秒52から4秒75。 このレースも過去最多の1レース19秒台が5人走るというハイレベルなレースであった。2009年の IAF 世界最優秀選手賞を2年連続で獲得した。2011年世界陸上競技選手権大会にジャマイカ代表として出場した。8月28日に行われた100メートルの決勝では合図前からスタートを切り、 スタート反応時間はマイナス0.104秒フライングを犯したとして失格となった。これにより100メートルでの世界選手権連覇を果たすことはできなかった。同大会の9月3日の200メートル決勝では19秒40で優勝し連覇を果たした。さらに翌4日の400メートルリレー決勝では4層を務め37秒04の世界新記録で優勝している。 11月12日、3度目となる IAF 世界最優秀選手賞を獲得した。オリンピック前に行われた2012年のジャマイカ選手権の100メートル、200メートルではいずれも2位となる。2012年ドンドンオリンピックの開会式ではジャマイカ選手団の騎士を務めた。8月5日に行われた男子100メートルの決勝では、 自身が持っていた九秒六十九のオリンピック記録を九秒六十三に更新し一位となり、北京大会と合わせて二連覇を果たした。また、この時の最高時速は四十五点三九キロメートルであり、世界記録時の最高時速を上回っている。八月九日、男子二百メートル決勝で十九秒三十二のタイムで一位となり、百メートル、二百メートル、四百メートル。 リレーの三冠を達成した。100メートル200メートルの2連覇は史上初の2013年8月の世界陸上モスクワ大会の男子100メートル決勝で雷鳴がろく向かゼ風ーテ3メートルの条件下で今季自己最高となる9秒77で優勝し2大会ぶりの金メダルを獲得した。世界陸上で獲得したメダルは通算8個目。決勝は 選手のウォームアップ上は突風でテントが吹き飛ばされ大きな雨粒が選手たちに叩きつけられるなどレース後にジャスティン・ガトリンが正直レースは延期になるんじゃないかと思ったと話すほど最悪なコンディションであったが今季自己最高を記録した同大会の男子200メートル決勝で今季世界最高の19秒66で優勝し3大会連続で 金メダルを獲得した。世界陸上の同種目での3連覇は史上初。決勝では150メートルの白いラインを通過すると徐行するような走りでフィニッシュするも今季世界最高を記録した。同大会の最終日の鳥を飾る男子400メートルリレー決勝ではアンカーを走り、ジャマイカが37秒36の好タイムで優勝し3大会連続で 金メダルを獲得した。ジャマイカが同種目で3連覇を達成するとともに、ボルト自身も世界陸上ベルリン大会以来となる100メートル、200メートルに続く3冠を達成した。世界陸上で獲得した金メダルは男子のカール・ルイス、マイケル・ジョンソン、女子のアリソン・フェリックスに並ぶ大会史上最多タイとなる通算8個目。同大会の400メートルリレー後に、 あと二つの世界大会の後に引退する。これは決定事項だと2016年リオデジャネイロオリンピック後の引退を明言した。7月1日リオデジャネイロ五輪代表選考会を兼ねたジャマイカ選手権の100メートル決勝を足の故障で危権200メートルも欠場した。ジャマイカ陸連の基準では同選手権の上位3人が原則的に代表に決まるが、 実績ある選手が怪我で危険した場合は救済できる、条項があり、ボルトに適用された。8月15日のリオデジャネイロ五輪男子100メートル決勝で9秒81のタイムで1位、8月18日の200メートル決勝でも19秒78で1位、8月20日の400メートル、リレー決勝でも37秒27で1位になり、100.200メートル400メートル、 リレー三冠を達成した。ボルトは今回のオリンピックをもって現役を引退すると明言していたが撤回し世界陸上ロンドン大会での引退を表明した。引退レースとなった世界陸上ロンドン大会だったが男子100メートル決勝ではジャスティン・ガトリンとクリスチャン・コールマンに敗れて3位。男子400メートルリレー決勝ではアンカーを走ったものの バトンを受け取った後30メートルほどの地点で、左足の痙攣により、途中棄権。この種目の5連覇を逃し、15年間の現役生活に終止符を打った。2009年8月24日、総幅飛びへの将来的なチャレンジの移行として、とても向いていると思うから、引退までにはぜひ挑戦してみたいとのボルトのコメントを、BBC 電子版が報じた。 世界記録保持者のマイク・パウェルも史上初の9メートルジャンプが可能との見方を示した。400メートルについてはやりたくはないけど、コーチが何か新しいことをやろうというなら覚悟を決めるよと発言している。2009年11月22日、2012年のロンドンオリンピックまでは100メートルと200メートルに専念することを表明し、 400メートルと総幅跳びの挑戦は2013年以降となった。2009年9月14日には走り幅跳びへの参戦は2014年以降になる可能性をすでに示唆していた。2010年4月23日、400メートルへの挑戦について午後から6年間100メートルでトップであり続けた場合のみあり得ると述べた。しかし、同年8月24日、 ロイター通信の電話インタビューに応じ、ロンドン五輪での100メートル、200メートルの両種目の連覇を最大目標とし、これを達成した場合は2013年の世界陸上で総幅飛びか400メートルに出場することを考えると語った。ボルト自身は自分は総幅飛びに向いていると分析しているが、コーチが400メートルに挑戦してみようと言えば、それに従うとも話した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。